コン TV 今日の企画は第2回、東京ストップじゃん。カメラマンは、タコン TV 初期の頃からね見てくださってる方はご存知のケイマネさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケイマネちゃんね、中学時代の同級生サッカー部のね、でね手伝ってくれてるんですけど、そのねあのケイマネちゃんと第1回東京ストップ旅をねこうやりました。あの時さ、ケイマネちゃん、登録者数って何ぐらいだったっけ？500? 600? どんぐらい？なんかね、ケイマネちゃんと話してて初心に帰ろうじゃないかと、まあそうね、変わってないんですけどねマインドとしてはっていう感じで、でいいねってなって、で今一時帰国中で時間がね取れた日があったので東京ストップ旅をね観光したいと思います。企画説明ね、え、なんだっけ企画ストリートピアノを回っていくっていう、そうゆるい、まあ、今ね朝なんですけど1日かけて東京にあるストリートピアノを回れるだけ回るっていう無謀企画です。で1箇所目、今日の1箇所ね丸の内、今多分インサート入ってるかな、これね王道だね、期間限定なんだけど割とね皆さん撮ってるよね。そうね、うん、で弾いたことなかったから1回弾いてみたいって言えてそれで来ました。まずねどんだけ回れるかって多分ね最大でね3回4ぐらいじゃない、移動含めたら1日で。20分ぐらい行きたいと思ってたんだけど昨日ね打ち合わせした時にそれは無理じゃないかって話になったので、まあ、ちょっとねオープニングとエンディング挟みつつ演奏だけ行きたい方はね概要欄の方に演奏の部分だけ時間で貼っとくのでそちらに飛んでいただけたらなと思うんですけど、大丈夫か伝ってるか毎回不安になるよね大丈夫じゃないかな、大丈夫。あとね、ま、お天気に恵まれました。そうだね、あれだよね、うん、そうね、歩行者天国になってるんだね、だから事故の可能性はない、うん、タイタニック弾こうと思って、なんかさ、今この通り見て、ちょっと見えるこの通り、うんうん、タイタニックって感じしない？おお、いいんじゃない？ではね、行ってみましょうか。はい、
なんかいいね、うん、これぞストリートピアノって感じだったね、うん、誰もが弾けて誰もが耳を傾けれていいよね、うん、ということで、ね、じゃあ次の場所行ってみましょう。ぜひねこの東京ストリート旅面白いと思った方チャンネル登録をぜひお願いします。高評価の方もよろしくお願いします。じゃあ時間ないんでね行きますか。はい、気合入れて、はい、あまずさ、スタバか、まずね、モンブラン出てるから、あら、まずい。